小学3年生の時に、また先生に呼ばれて、どうしようもないからって言って、前の教室に勧められて、そこでたまたま教わった先生が、肖像画を描く先生で、油絵の。で、生徒は取らないと。弟子にならなきゃダメだって言われて、小学3年生の僕、その80ぐらいの先生の弟子になったんですよ。それが最初で、 2番目に4年生の時に転校した先であった子が日本画の先生だったんですけど、それから今の画風につながる原点というか、日本のカルチャーとされているものをあえて描いているように見えますけど、あえて狙っているというよりは、なんか自然に出力しているというかね、そういう感じですね。 まあでも日本で育って、その小さい頃から毎日のように幼稚園を描いているような環境で、高校時代ヤンキーが多いところで育ったりだとか、そういう日常の連続が僕の絵を作っているんですね。美術とデザインって多分全く違うもののような気がすると思いますけど、 僕の中では同じ領域で、昔の画家っていうのは発注されて描くわけでしょ。だけど今じゃ美術館でありがたく飾られてると。ダヴィンチのモナリザもあれも依頼があって描かれたと言われてますけど、そもそもその依頼しようなんですよ。元々の美術館って。だからデザインと美術の差って境界があるようでないと思ってて、 僕がやってることはそういう境界をなくすような作業でもあるかもしれないですね。監督が中心で陣を取って、周りの従業員がこれだったかとか、全て侍とか、あとなんか闘志みたいな、 象徴的っていう言葉か、自分は彦和さんで、ナポレオンの肖像画みたいな感じなんですよね。名前がナポレオンのイメージとして定着してる象徴的な感じで、勇猛なというか勇敢な感じするじゃないですか。それが14人いたらどんなに面白いだろうと思って、最初の段階はそういうイメージで描きました。 今回のはチャリティってことを前提にやってるポスターですか。それを販売して被災地を助けるみたいな企画なので、賛同したっていうところがありますね。少しでもみんなのために、皆さんのためになればなと、被災地の方々ということで頑張って書きましたので、皆さんに ポスターを買っていただければと思います。